はい、お疲れ様です。SJ です。本日もよろしくお願いします。これを聞いてくれた方、ぜひチャンネル登録お願いします。なお、Twitter もボクシング言いたい放題ラジオで登録してありますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。Twitter の方ではコラボ受け付けたり、あと、まあ、なんか連絡あったら、そこで連絡します。よろしくお願いします。それでは始めましょう。本日は、はい、また井上直也、井上拓馬迫っています。はい、本日は井上拓馬選手がバンタム級に挑戦するということで、バンタム級戦線ちょっと簡単に、まあ予想も兼ねて説明します。今のバンタム級全団体4団体すべて井上直也選手がチャンピオンにいます。これは非常に素晴らしいことです。これできればもうずっとこのままでもいいんじゃないかなと思うほどです。なんかもったいないですよね。4団体すべてで直也選手がチャンピオンでいるのに、これ全部空位になってしまうんですよ、来年には。まあそれはさておき、こっからバンタム級戦線どうなるか、もういろいろ今空位になるとハイエナが集まってくると思うんですよ。ただこのランキングっていうのも結構変わってくると思うんですよね。まあ下のスーパーフライ級からも結構流れてくるんじゃないでしょうか。ってことで今の段階で分かってることを説明します。まず WBC からです。 WBC から、これは WBC は1位にジェソン・モロニー、2位にノニト・ドネアがつけております。3位にエマニュエル・ロドリゲス、4位にナワンポン・ソールンビンサイ。いやー、これちょっと難しいとこなんですよ。WBC は、まずこれジェイソン・モロニーはもう、王座決定戦、決まっております。ノニト・ドネアと王座決定戦をやるということになっております。だからちょっと、これドネアが、まあ、なんか方向性が定まってないというか、WBA でも戦うかもしれない。下の階級でエストラーダと戦うかもしれない。なんかドネア次第になっちゃってるんですよ。まあドネアも、わがままなんでしょうね。もう、ドネアは、ドネアに誰にも文句は言えない感じなのでしょうか。なんかそんな風に思いますよね。まあとにかく、ジェイソン・モロニーは、モロニーとドネア決まってるんですけど、ドネアがわからないので、そうなると、まあロドリゲスもちょっとこれ、別団体で、指名挑戦者なんですよ。なのでもしかしたらジェイソン・モロニーとナワンポン、4位のナワンポン・ソールンビンサイが戦う可能性もありますよね。もしくはレイマート・ガバロ、そのあたりじゃないですか。モロニーとドネアが出なかったら、まあその2名の どちらかになるんじゃないでしょうか。そしてこの WBA は1位が空位です。そして2位が井上拓馬選手。これ拓馬選手はもう決まりじゃないですか、王座決定戦出るの。そしてノニト・ドネア選手が3位につけております。このノニト・ドネア選手は、まあ、ちょっと前まで10位にいたんですよ。10位からいきなり3位にアップしたんですよ。これっていうのは、水面下で話が決まったってことなんじゃないですかね、王座決定戦をやるっていう。これが発表されてないんで、いまいちわかりません。なのでこれドネア次第なんですよ、すべて。ドネアがここで出ないとなれば、この4位のリボリオ・ソリス選手、もしくはメルビン・ロペス選手。まあ、それと井上拓馬選手が王座決定戦ですよね。井上拓馬選手、これチャンスじゃないですか？仮にノニト・ドネアと井上拓馬選手が、戦うことになった場合、どうなるか自分の予想ですよ。ノニト・ドネア選手は、しばらく、井上尚弥選手に負けて以降、試合してないですよね。練習もそんなにしてないと思うんですよ。そしてまあ、年齢も40歳。これ、井上拓馬選手が作戦次第では判定勝ちするんじゃないかと思うんですよね。もうさすがに、井上直也選手との戦いで燃え尽きた感もあると思うんですよ。どうでしょうかね。井上拓馬選手が、まああまり一般受けしない
戦い、まあアウトボクシングに徹して判定で自分は勝つと思います。そして IBF、 IBF が1位クーイなんですけど、2位にエマニュエル・ロドリゲス。このエマニュエル・ロドリゲスが指名挑戦持ってますね。エマニュエル・ロドリゲスが王座決定戦に出ます。それ順当にいくと、この3位のニコライ・ポタポフ選手と王座決定戦戦うと思います。ただこれ、例えばですよ、下の階級からまあ例えば誰か返上して来るとなると、まあまた横取りというか食い込んでくる可能性がありますよね。ロドリゲス選手はとにかくもう王座決定戦で試合が決まっております。ジェイソン・モロニー、メルビン・ロペス、メルビン・ロペス、そのあたりともありそうですね、ロドリゲス選手。そして WBO、 WBO が1位にジェイソン・モロニー、2位にチャーリー・エドワーズ、3位にエマニュエル・ロドリゲス、4位にビンセント・アストロラビオ。これはジェイソン・モロニーは WBC で戦う。なのでチャーリー・エドワーズとこのビンセント・アストロラビオじゃないですか、王座決定戦やるとしたら。ただ WBO はどうですかね、下の階級から例えばいきなり中谷潤人選手が上げてくるなんていうこともあるんでしょうか。そうなくもないですよね。中谷潤人選手もちょっと試合飽きそうですよね、ちょっと期間が。それか上の階級からいきなり、例えばですよ、スーパーバンタム級から、まあ、WBO だとライス・アリーム、そのあたりがいきなり来る、そういうこともありえなくないですよね。新参者がだから流れ込んでくる。だからこれ WBO ある意味狙い目ですよね。モロニーは WBC で王座決定戦決まってる。エマニュエル、3位のエマニュエル・ロドリゲスは IBF で王座決定戦決まってる。なのでチャーリー・エドワーズとビンセント・アストロラビオ、これが順当に来ると決まるんじゃないでしょうか。いやー、どうなりますかね。これもっと流れ込んでくると思いますよ、この階級に。今の単純に考えると今こういう感じです。あとドネアがやっぱりこの階級牛耳ってる感がありますよね。まあドネアがもういろんなとこにまあうろうろしてます。いやー、これいつ発表ありますかね。ドネア次第ですよ、本当。ドネアが動かしてます、実質この今の階級を。いやー、これどうですか、日本人になんかチャンスないんですかね。上位に入ってる日本人、井上拓磨選手ぐらいですかね。いや、これもったいないですね、こういう時に。例えば亀田智樹選手がバンタム下げるとかはな、無理か。フェザーで戦ってるぐらいなんで、もう下げれないんでしょうね。まあとにかく今分かってるのがバンタム級こういう感じです。いやー、来年からこれ動きますよ。逆に激戦階級になるかもしれないですよ、選手が集まりすぎて。楽しみです。で、狙うなら今ですよ、今。今みんなバンタム級来てください、来れる人は。はい、じゃあ続報を楽しみに待ちましょうか。はい、そしてどうしようかな、年末年始あたり、まあ井岡選手の実況解説はやりたいと思うんですよ。年越しボクシング、年越しをボクシングで、ボクシングと会話をするというのもありですよね。あとちょっと来週か再来週あたりにちょっとまたゲストが来てコラボ配信もある予定です。楽しみに待っててください。いやー、いろいろちょっともうありますね、話題がたくさん。はい、ということで皆さん、これ聞いてくれた方、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。以上です、ありがとうございました。